れの最中に中学校の野球部 OB が集結。帯中学校の卒業生が年に1回野球で交流をしています。集まったのは2000年から2003年度に卒業した生徒と監督。当時野球部監督の有田勝則先生。帯中には1996年から2003年まで赴任し、2000年夏の県大会で優勝、九州大会3位などを果たし、現在は宮崎県内の中学校で教頭先生をしています。当時功績を残した生徒たちもいます。12月30日という日を、まあ、決めて有田杯という形で開催しているんですけども、私たちの後輩から、まあ、1個上2個上の先輩までですね、毎年声をかけていって、まあ、人数が増えていって、まあ、有田先生が、まあ、どれだけみんなに好かれているかというか慕われているかというか、まあ、恩師とその当時の野球を思い出しながら野球ができる喜びをですね、毎年感じているところです。キャッチボールやノックなどをして当時のことを思い出しながら今から始まる試合に備えています。一応ほら今回は10周年記念大会だから、はい、ね、10周年記念大会、これで勝つか負けるか大きいよ。よしよし。卒業した年代に分かれてプレーボール。初参加の人もいれば社会人野球をしている人などさまざま。どんな野球になるのでしょうか。好調な打撃で2点を追加。タイムリーツーベースヒット。ナイスキャッチ。中学時代のように体は動いてくれないようです。ここまで行ったら走らにゃん。チンプレーやファウルボール、デッドボールも続出。マウンドに9人が集まり、何やら作戦会議でしょうか。ピッチャーを務めた黒木さん。中学校で有田先生にピッチャー教えてもらって、高校と、まあ、大学もちょっとやってたんですけど、本当久しぶりでしたね。厳しいところもあり、でもちゃんと見てくれてますね、みんなのことを。試合は2試合して引き分け。一勝一敗でしたね。はい、じゃあ握手お願いします。毎年1回ですね、年末にこうやって教え子たちと野球するのが何よりも楽しみです。年々、体力も、落ちていってますけれども、その分ですね、いろいろみんな社会的な責任が増えたりですね、仕事の面とかいろいろなものを抱えながらまたここに来て昔の気持ちに戻って野球ができるということ、何よりの非常に感謝することでいっぱいです。お互いにですね、この時間を有意義に過ごすためにいつも1年間頑張ってきてますので、そういう面ではですね、今年もそれなりに頑張れたかなと。そして打ち上げ。お願いします。バイ。通常の野球とはみたいに緊張感なく楽しくやれて、まあ、やっぱり有田先生がいるということで懐かしい感じでプレーできたのがすごく楽しかったです。今日みたいな感じでワイワイ楽しくやってたのがやっぱりこうチーム力がなんか強かった
っていうやっぱ元になったのかなと思って、まあ、上の方から下の人までみんな集まってくれるんだなと思って、まあ、今後も続けていきたいなと思います。まあ、久々に野球やったので足とかもつれててボールが取れなかったんで悔しい思いをしました。1校上の先輩たちが県大優勝して九州にいたのでそれが嬉しかったです。今回初参加の人は、まあ、久々野球やって、まあ、グローブとか触るのも5年ぶりぐらいで、まあ、楽しかったです。あ、でもうちらの代は結構上がすごくて、まあ、甲子園行くぐらいすごかったん で弱かったんですよ。そこの中でもやっぱ市の大会で優勝できたのがやっぱちょっと思い出になりますね。県大会にも 1回でしたっけ、橋先生、うちら県大会で何回勝ちましたっけ。お前たちはベスト8。ベスト8で俺は嬉しかった。お前はね、左中間に行ってから助けて初めてじゃん、お前よっしゃって長打が初かもしれんぞ。今じゃ考えないぐらい厳しい先生だったんですけど、楽しく野球をやらせていただきました。僕たちの時代じゃちょっと結果出なかったんですけど、先輩たちがすごい結果を出してもらって、そのプレッシャーに負けた年代のピッチャーです。来年の有田杯はとりあえず後輩たちを片っ端にやっつけて、まだまだやれるっていう気持ちをぶつけたいと思います。最後に恩師からのメッセージ。いつまでもですね、皆さんのこうやって人生に関われて本当に、お仕事としての出会いに感謝をしています。これからもお互いが健康で何より頑張っていけるようにですね、できる限りこのような会を続けていきたいなと思っております。白球を追いかけていたあの頃から時が経ち、今こうして仲間と酒を酌み交わしながら思い出を語る、年の瀬にかけがえのない楽しい時間を過ごしていました。